ロック LK 着陸船の試験機 LK はソ連の有人月旅行計画の一環として開発されたソ連の月着陸船でアメリカの月着陸船に相当する。ソ連はアメリカより先にこの LK によってソ連の宇宙飛行士を月面着陸させムーンレースに勝利する予定だった。LK の開発は成功し地球軌道上での試験が成功理に終わっている。 しかし、N1 ロケットの開発に失敗したことから、月に送られることは一度もなかった。RD-858 と予備の RD-859 で構成される加工時の逆噴射と上昇時の推進を兼ねる 11D40 推進装置を備える。ソ連の N1 ロケットは月までのペイロード能力が、アメリカのサターン V に比べ70%しかなかったので、 LK は、多くの点でアポロ好き着陸船と異なっている。LK と LM の比較、セルゲ・コロリョフの有人月面着陸の最終プランは、アポロ計画と同じ、ガツ軌道ランデブーの手法を採用していた。ソユーズの改良型、ロックコマンド船が2名のクルーを運び、LK と共にガツ軌道に向かう。その後、クルーの1人がロックから、 LK に向かうため宇宙遊泳を行い、LK に入ったら、ブロック D ステージをロックから分離させる。ブロック D ステージは燃料を使い果たすと、LK から分離され、LK は、LK 自身のエンジンによって、月に難着陸を果たす。元々の計画では、先に、ルナ計画の無人探査機が着陸を行い、LK のためにビーコンを発進することになっていた。 着陸した宇宙飛行士は月の石を集めソ連の旗を上げただろう。ガツ着陸から1日後、重量節約のため着陸の際に使用した LK のエンジンが再び点火される。この時 LK の足の部分が発射台として使用される。ガツ軌道に戻ってロックと自動ドッキングを行った後宇宙飛行士は月のサンプルを持って ロックに乗り込むため再度宇宙遊泳を行う。使用済みとなった LK は放棄され、ロックは地球に帰還するためにエンジンの点火を行う。LK はコスモス379号、コスモス398号、コスモス434号として地球軌道上にてサンド無人試験が行われた。最初の試験は1970年11月24日。 二度目は1971年2月26日、三度目は1971年8月12日に行われた。三回の試験はすべてソユーズ L ロケットによって打ち上げられた。初の試験は計画していたブロック E の作業サイクルを模擬実行し、二三回目の試験ではフライト異常下にある LK の挙動をテストする目的だった。これらの試験は成功し、 LK はいつでも使用できると考えられた。1969年、アポロ11号の成功によって、アメリカは、ムーンレースに勝利した。このことは、ソ連の月計画にとって、致命的な打撃となったが、計画は1970年代前半まで続いた。4機すべての N1 ロケットの失敗によって、ソビエトはいくつかの点で世界初となる、宇宙ステーションの開発。 そして、長期の火星探査計画に力を注ぐことにした。LK のレプリカはかつて、ディズニーランドパリに飾られていた。ありがとうございます。